ダフィーノーズだっけ、ブラウンノーズだ、ごめんね、ブラウンノーズプラス大谷優勝が出たりですね、ごめん、ダフィーノーズは出るかもしれない、わかんないあと他にもいろいろビージーズが出たり、ビートルズも出ます、ポールの方にも出ますのでボブディランだ、そういえば今夜一緒に盆踊りやってくれるって噂もありますのでぜひぜひツイートでボブディランが盆踊りやるぞってツイートしていただくそうするとね、プロジェクト福島もノーベル文学賞ネオベルガージュ、ちなみにプロジェクト福島代表山口聖之進です。どうもありがとうございます。音楽隊の皆さん最高な演奏ありがとうございます。ダフィンノーズならブラウンノーズがこの後南相馬からやってくる、バンドです、やります。その他、福田さん本当の DJ とかですね、はい、あったりしまして、夕方からは盆踊りやりますのでぜひぜひ浴衣に着替えなくても大丈夫ですのでぜひぜひ一緒に踊りましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございました。盆踊りと盆踊りの間にはノイズ余興という盆踊り史上始まって以来のノイズが余興に入るというイベントもありますので、ね、社会に対して腹立てている方々ぜひここに来てノイズ余興でわーってなってくれるといいと思います。ということで池袋音楽隊とそれからボンバンドの皆さんでした。どうもありがとうございました。あとなっちゃんでした。演奏に長見純さん、岡地秋広さん、近藤達夫さんにご参加いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ始まっておりますフェスティバル東京オープニングフェスティバル福島、私たちはプロジェクト福島と申します。毎年8月に福島県は福島市にて面白おかしくお祭りを開催しております団体でございます。フェスティバル東京さんに呼んでいただきまして今年で3年目、今日と明日の2日間、こちら池袋西口公園にお邪魔いたしまして、展示やダンスパフォーマンスやライブ、そして盆踊りと皆様と一緒に、大いに盛り上がってまいりたいと思いますので、本日盆踊りの方は5時過ぎ頃を予定しております。最後は8時まで行っておりますので、皆様ゆっくりと間いろんなところで休憩を挟みながら最後までお楽しみいただければ幸いでございます。本日司会を務めます遠藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではざっとですね、いろいろなお知らせをさせていただきたいと思うんですけれども、本日はですね、目立っておりますが櫓、木造の櫓を福島県福島市からグトントラックに積んで運んでまいりました。こちらの櫓、プロジェクト福島のメンバーであります浅野幸太建築家、浅野幸太によります設計で、みんなの手で組み立てて、こちら2階建ての木造櫓が、池袋公園に出現しているんですけれども、こちらですね、福島から池袋まで持ってこれましたのは、櫓についております色とりどりの旗、こちらに名前が書いてある皆さんの、寄付や投げ銭によって、福島から櫓を運んでくることができました。見ていただくと分かるんですけれども、空欄の旗がまだいくつか掲げております。こちらですね、今から明日盆踊りが始まる前までの時間まで、皆様のご寄付をですね募っております。1枚5000円一口5000円で募っておりますので、画家中崎徹がですね1枚1枚心を込めて皆様のお好きな文字を入れさせていただきます。どこで受け付けているかと言いますと、こちらステージ向かって、反対側にテントが3つ並んでおります。テント真ん中がプロジェクト福島のブースになっております。そちらで受け付けておりますので、どうぞぜひ面白かった、楽しかった、またやってほしいというお気持ちがありましたらは、
ご寄付をいただきまして、旗に名前を書かせていただきまして、こちら2日間掲示をさせていただいて、後日郵送でお手元に戻るという仕組みになっておりますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。桜が登場しておりまして、もう10月ではございますけれども、季節外れの盆踊り開催しております。池袋西口公園にて本日は8時まで開催しておりますフェスティバル東京フェスティバル福島アット池袋西口公園でございます。さあこの後務めていただきますのはダンスパフォーマンスの珍しいキノコ舞踊団の皆さんがもう間もなく登場してくるんですけれども、一点ちょっとお知らせがあります。でもここじゃ上りをご注文させていただいております山崎健太様がもしご会場にいらっしゃいましたら、ご連絡がありますので、プロジェクト福島のブース、ステージ反対側の3つのテントの中央に、プロジェクト福島のブースがございますので、山崎健太様、上りをご注文いただいております山崎健太様いらっしゃいましたら、プロジェクト福島ブースまで足をお運びください。どうぞよろしくお願いいたします。